ぱり推測が間違ってたんじゃないの？いや、そんなはずは。橋田さん、今ならまだ間に合うよ。間に合うって何が？本当のところ何も準備なんてしてないんでしょ？だったら正直に言って許してもらえばいいよ。そもそもが無理な相談なんだから誰も怒ったりしないって。やっぱ無理だったみたいです。どうもすみませんでした。は、橋田さん、大人がこんなに潔く頭を下げる姿初めて見ました。